大失態だ。団長とデート、団長とデート、ずっと約束だったデート、大失態だ。たとえば君が笑顔でいるなら、それだけで超えてゆけるよ。私も結婚式してみたい。あの店のウェディングドレス見た？憧れるよね。すごいな、みんな結婚式の話ばっかりだね。婚姻を司る神様がプレウェディングなるものを流行らせてから、毎日こんな感じですね。あくまでも練習という建前で誘い出し、そのまま本当に愛の告白という手口があるみたいです。でもどうせ商人たちとつながっているに違いありません。バレンタインと同じ金儲けの道具に過ぎないのです。まあいろいろあるのかもしれないけど、僕たちにはあまり関係ないね。本当は本当はやりたいに決まってるのですが、そのこういうのは女性から誘ったらダメなような気が。ん？リリー？しかもドレスと正反対の全く可愛くない金額。リリーにそんな余裕があるわけ。あ、リリー大丈夫？おい気をつけろよ。チンチクリンなパルームなんてただでさえ視界に入んねんだからな。そんな言い草。メル様、考え事をしていたリリが悪いんです。すみませんでした。あの人の言うように、リリはチンチクリンのパルーム。ベル様もきっといいとこ妹くらいにしか思ってません。はあ、プレウェディングなんて酷なものが流行ってしまいましたね。見つけた。え？ブレイバー？フィンさん、どうしてここに？いやあ、二人とも、君たちに少し話があって。いや、白状してしまおう。君たちに、面倒ごとを頼みに来た。君たちにクエストを申し込みたいんだ。ブレイバーがリリたちにクエスト？仮装や真相なんていけませんよ。ねえ、ベル様。いや、さすがにそこまで飛躍はしないんじゃ。しないですよね。ああ。ダンジョンどころか争い事は一切関係ない。いや、一歩間違えれば、よりひどい騒動になるかもしれないが。でしたら尾行か何かですか？それも自分のファミリアの団員には言えない、それこそリリたちにしか頼めないような。察しがよくて助かるよ。まあリリ、聞くだけ聞いてみようよ。フィンさんには18階層でお世話になってるわけだし。もうベル様はお人よしですね。それを言われたら聞くしかありません。すまない、恩に着るよ。このことは他言無用でお願いしたい。実は同じ日に二人の女性とデートすることになってしまったんだ。デート？重なった？フィンさん？しかも片方はティオネだ。あ、一族の英雄にこんな口を聞いていいかわかりませんが、開いた口が塞がりません。
むしろ笑ってくれた方が気が楽かな。自分でもみっともないと大いに自覚している。デートの相手は片方がティオネ。そしてもう片方は、とある国の姫君なんだ。フィンさんのことですから、自分からっていうわけじゃないんですよね。ああ、僕も依頼された身だから、あまり大きな声では話せないんだが。お前には、ニネベの姫君の接待をしてもらいたい。もちろん、秘密裏にな。ニネベ。レアメタルをはじめ、稀有な鉱石が取れると聞く、あの国か。ギルドとしては友好を結んでおきたい相手、といったところかな。ああ、それだけ重要な依頼になるが、お前なら問題あるまい。無論、これはミッションだ。拒否権はないぞ。僕でないといけない理由は？一応これでも、最大と呼ばれる派閥を率いている身なんだけどね。あまり暇というわけじゃないんだけど。そんなものを私が聞きたい。第一級冒険者を遊ばせるなど、ギルドとしても本意ではないが、先方がお前のことを。とにかく、相応の報酬は用意してやる。くれぐれも粗相のないよう応対しろ。やれやれ。ギルドも訳ありということか。わかったよ。引き受けよう。それで引き受けたはいいが、なんとティオネとデートする人重なっていてね。ティオネ様の方は断ればよいのでは？きっとわかってくれると。もちろん試みたさ。だが無理だった。いや、不可能だった。予定が、と口を開いた瞬間、真相のモンスターを睨む目つきに変わるんだ。その先を決して言わせようとしない。想像できちゃうから怖い。ともかく、デートは避けられなくなってしまった。そこで、君たちには僕のサポーターを依頼したい。駐座するきっかけを作ってくれるだけでいいんだ。僕がいない間の監視や、彼女たちの話し相手なんかをね。ごまかしながら、二つのデートを同時に遂行するなんて、果たして可能なのでしょうか？君たちなら、やってくれると思ってる。あのミノタウロスとの一戦を見せつけられた一人としてはね。それに同族の君にも、いろいろなものを感じているんだ。はあ。他の冒険者、ファミリアに頼むのは愚策だ。僕たちの派閥はただでさえ敵が多い。ここぞと足を引っ張ろうとしてくるだろう。リリたちが危害を加えるとは考えないのですか？しないだろう、君たちは。それにティオネとも面識があり、他国の姫君に紹介しても怪しまれない時の人。これに該当するのは君だけだ、ベルクラネル。君たちとなら、今回の無理難題も攻略できる。そう、僕は君たちに期待しているんだ。フィンさんが、あのブレイバーが僕たちに期待を。むむ、なんだかベル様が流されそうな予感。これは止めないと。無理なものは無理です！リリたちは少しでも多くダンジョンに潜ってお金を。言い忘れていたけど、できる限りの謝礼はするよ。やりましょう。リリさん？ロキファミリアの団長が、できる限りの謝礼をすると言ってるんですよ。もう、乗るしかありません！このビッグウェーブに！神様みたいになってるよ、リリ。きっと、豪華な式場で、プレウェディングができる！じゃなかった！大儲け間違いなしです！では、引き受けてくれる。ということでいいのかな？もちろんです！
ね、ベル様。フィンさんの期待に応えられるよう頑張ります。助かるよ。じゃあ明後日の予定についてだけど、貧乏でみすぼらしいリリにもこんな期待が巡ってくるなんて、今日だけは神様に感謝したいと思います。ベル様とプレウェディング絶対に絶対に成し遂げてみせます。念入りに打ち合わせしたし、フィンさんのクエスト絶対に成功させようね。はい。デートプランには式場があった。うまくいけば安く借りられるかも。あ、そうだ、シルさんのところにお弁当返しに行かなきゃ。またね、リリー。何？テル様はデート当日まで人との接触を避けてください。特にヘスティア様。ホームに帰るなってこと？ベル様は隠し事が下手です。秘密が漏れたらフィン様に迷惑がかかるのですよ。大丈夫だよ、僕だって秘密くらいちゃんと守れるって。あ、ベル様、とにかくデートの話題は避けてくださいね。はあ、心配です。シルさん、今日もお弁当ありがとうございました。どういたしまして。あ、そうだ、私あさってお休みになったんです。あ、あさって？ん？なんでそんなに慌ててるんですか？あ、いや、別に何でもありません。何もありませんから。もしベルさんもあさって空いてるなら一緒にお出かけしませんか？あさってお出かけ一緒に？ベルさん、なんでそんなに慌ててるんですか？いや、そうだ、僕神様を迎えに行かないと。隠し事ファッしてませんか？してないです、してないですよ、してないですから。それじゃあ僕もう本当に行くんで。あれはクラネルさん。シル、何かあったのですか？何かあったんじゃなくて、何かがあるのかな。よくわかりませんが、私は買い出しに行ってきますので。あ、リュウ、ベルさんに会ったら明後日に何があるのか聞いておいてくれない？多分面白いことになると思うよ。いきなりバレるところだった。次から気をつけなきゃ。ベルくん！僕を迎えに来てくれたのかい？いや、遅くなってごめんよ。実はとってもいいことがあってね。神様、何があったんです？急に明後日が休みになったんだ。明後日？まずい、この流れは。だから一緒にのんびり休日を。神様、その日はベルフとオークさんとモルドさんと一緒にドキ男だらけの大感謝祭に行く予定が。ベル君、神に嘘をつけると思ってるのかい？あともうちょっとマシな嘘をつけよ。君、すいませんでした。ねえ、明後日は何があるって言うんだい？さっさと白状したまえ。これはもう素直に言った方が。実は明後日大事なクエストを引き受けていて。他の日に変更できないのかい？ごめんなさい、どうしてもその日じゃないと。ちなみにだけど、他の女の子とのデートとか依頼の内容に含まれてないだろうね。
ちょっと鋭い。違います。デートというか、むしろサポートというか。クラネルさん、あさってにデートのご予定が？え？リュウさん！エルフ君、どうしてここに？たまたまお二人をお見かけしたので、ご挨拶をと思ったのですが、クラネルさん、あさって誰かとデートするのですか？シルを放り出して。おいおい、デートするのは僕だぜ、エルフ君。他の誰にも譲らないぞ。デートも何もしませんから。5キロクエストがあるんです。神ヘスティア、いかがでしょう？嘘は言ってないようだね。よかった、神がおっしゃるなら間違いない。よかった。なぜ私は安心しているのでしょう。しかし、すっごく怪しいんだ。そう神の勘が囁いている。本当のこと話してもダメなんですか？嘘はついていなくても何かを隠しているね、ベル君。それは気になります。できれば詳しく教えていただけませんか？シルもあさってのことを気にかけているので。答えてもらうよ。疑問はすでに確信に変わっているんだぜ。そう、すべてはシルのために。助けて、リリー。今日は絶好のデート日和ですね、団長。そうだね。見てください、団長、街は空前のウェディングブームなんですよ。ほー、私も来てみたいの。大好きな人の隣で。おかしい、予定ではベルクラネルが迎えに来る時間だ。何か起きたのか？始まるのね、私とフィン様の物語が。護衛の方々も今日は任を解くわ。なんといってもあのフィン・リムナが私を守ってくれるんですもの。私の重要な時間です。邪魔をしたら承知いたしませんよ。あれがお相手のお姫様ですか？いかにもという感じですね。ああいう方は苦手というか気に入りません。それにしてもベル様はどうしたんでしょう。直接フィン様のところに。ベールさん、こっちですよ。はあ、ちょっとシルさん、今日は無理なんですって。まあまあ、少しくらいいいじゃないですか。なんで？ベル様はアホなんですか？バカなんですか？それにしてもフィン様、遅いですわね。ああ、このままじゃお姫様が帰ってしまいます。今すぐフィン様を呼びに行かないと。声は姫の方に行けという合図か。まさか何かイレギュラーが。うわー、せっかくのデートなのに全員ひねりつぶしてやる。待つんだティオネ、今日はデートなんだ。君にはかすり傷一つ負ってほしくない。だから僕が行く。待っててくれるね？いきなり冷や汗をかく羽目になったよ。ベルクラネルは？
ちょっといろいろありまして、近くに控えています。そうか、とりあえずティオネを頼むよ。任せてください。というわけで頼まれたわけですが、何かあったらフィン様を呼びに行くでいいですかね。リリじゃ対応しきれませんし。団長遅いわね、探しに行っちゃおうかしら。って、せっかちってレベルがないですよ。まだ数分も経っていません。今頃フィン様はお姫様と一緒のはず。ティオネ様が鉢合わせしたら、考えたくありません。仕方ありません。これもプレウェディングへの試練ですね。あなたの傷は私のもの、私の傷は私のもの。死んだエラ。待てって言われたけど、もう我慢できないわ。団長、今行きま…やあ、待たせたね。団長、心配したんですよ。すまない、騒動の現場がなかなか見つからなかったんだ。なんとかしてきたから、もう大丈夫だ。さすがです、団長。まったく、変身魔法をこんなことに使う日が来るなんて。ベル様たち以外に知られるわけにはいかないのに。でも、バレていないようです。このまま、ティオネ様にも、フィン様にも気づかれないようやり過ごして。じゃあ、今日のデートの遅れを取り返しますよ。え？まずは、あの宝飾店に行きましょう。次は服を見て回って、その次は武器と防具も見て、その次も、その次も、その次も。フィン様の用意していたプランをガン無視。これは裁ききれません。楽しみですね。今までデートしたかった分、今日につぎ込むんですよ。お、終わったかもしれません。さあ、デート開始です。うわあ！団長、団長、この装飾品似合いますか？が、見えてるから。そんなに近づかなくても見えてるから。団長、このホワホワバベルシフォン美味しいですか？もっとあーんしてあげますね。もう！このベルト、団長に似合うと思うんです。ちぎれる、ちぎれる。聞いてる？ちぎれそうなんだけどな。あ、ごめんなさい。さっきから殺しにかかっているとしか思えません。この人、本当にフィン様のこと好きなんですか？リリがバカでした。変身魔法ごときで何とかできる相手がありません。考えるんです、リリが死なずに済む方法。他にも団長に似合いそうなお召し物が。は、そこの店員。はい、何でしょう。彼女に似合いそうな服を見繕ってくれ。そして彼女が気に入ったものは全て購入する。え、団長、いいんですか？ああ、いいんだ。どうせリリが支払うわけじゃ。ゲフンゲフン。とにかく僕のポケットマネーから全て出す。さすがロキファミリアの団長。わかりました、誠心誠意接客させていただきます。ティオネ、普段の君も美しいが、もっと素晴らしい君を見てみたいんだ。はい、最高のものが見つかるまで試着させてもらいます。
こちらの衣装もいかがですか？ウェディングに合わせた新商品ですよ。どんどん持って行ってくれ。息つく暇もないくらいに、いっそ拘束する勢いで。早くフィン様と入れ替わらないと、リリーでは耐えられません。フィン様のデートルートでしたら、今はバベルの近くにいるはず。待ちなさい。あなた、フィン・ディムナでは？確か彼らはお姫様の護衛の騎士。ああ、もう強行突破です。姫を待たせているんだ。悪いが、行かせてもらうよ。おい、貴様、姫様を一人にしたのか？待て！なんとか逃げ切れました。変身魔法も解けてしまいましたが、とにかく早くフィン様を呼びに行かないと。はい、ベルさん、あーんしてください。マム、この声は？ちょっとシルさん、恥ずかしいです。というか本当に僕行かなきゃ。あのお店にも行きましょうよ。待ってください、シルさん。あなたの傷は私のもの。私の傷は私のもの。一体何が？って、いやー、僕が二人いる。なんで、なんで？うるさいです、ベル様。まったく何をやってるんですか？え、ベル様、もしかしてリリー変身魔法？他に何があるって言うんですか？ベル様とウリ二つの双子のペル様なんていないでしょ。はい、そうですね。というか、僕の声でリリの口調って気持ち悪い。で、そうじゃなくて、確かリリの魔法って自分と同じくらいの大きさじゃないと変身できないはずじゃ。こんなこともあろうかと、魔法の効果を上昇させる怪しげなマジックアイテムをアスフィー様からお借りしました。あー、便利だな、アスフィーさん。あと、そのアイテム、もう二度と出てこなさそうだな。だ、それよりリリ、本当にごめん。シールさんに捕まっちゃって。ベール様は推しに弱いですからね。捕まったら最後だとは思っていました。とにかく今は、フィン様のクエストが優先です。そろそろティオネ様の方に向かってもらわねばなりません。今はあちらのお店に封じ込めています。ベル様は、早くフィン様を案内してあげてください。封じ込める。でも、シルさんを放っておいたら後が怖いような。こちらはお任せください。そのためにこの姿になったんですから。リリー、迷惑かけてばかりでごめんね。ありがとう。さて、うまくやらなくては。つけいる隙を見せてはいけません。ベルさん、何してるんですか？早く。シルさん、いい加減にしてください。僕は行かなきゃいけないところがあるんです。あと、僕は、シルさんのことあまり好きじゃないですから。僕が好きなのは、小さくて年上のパルームみたいな女の子ですから。へえ、偽物さんは大胆ですね。だから僕にはもう、え？偽物さんは大胆ですねって言ったんです。何を言ってるんですか？もう僕行きますよ。偽物さん、しらばっくれなくていいですよ。全部バレてますから。そんな、こんなあっさり見破られるなんて。まさか、さっきのやりとりを見られてた？ねえ、偽物さん、取引をしませんか？取引？はい、
ベルさんたちが本当にお忙しいということは分かりました。それなら私も無理にデートをなんて言いません。その代わり私のお願いを一つだけ聞いてください。叶えてくれたらあなたの秘密は絶対に口外はしません。取引じゃなくて脅しじゃないですか、そんなの。わかりました。手短にお願いしますよ。はい、ありがとうございます、ベルさん。みんな聞いて。シル、今日は非番では？それにクラネルさんまで。私たち結婚しまーす。はぁ、世は空前のウェディングブーム、それなら乗るしかないこのビッグウェーブに。というわけで結婚することにしました。イエイ。にゃ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 ー、ミャーの少年のお尻がシルのものに。こうなったら金を払って定期的にお尻を貸してもらうしか。ちょ、何ふざけたこと。シルさん、何言ってるんですか。秘密。イエーイ、そうです、僕たち結婚します。イエハー、このお腹真っ黒でー。もうここは話を合わせるしか。プロポーズは雪が降ってた夜、二人だけの高台で優しく抱きしめ合いながら、子供の名前はノエルにしようねって言ってね。秘密。そうだね、ハニー。世界で一番愛してるよ。あ、素敵、ダーリン。くそー、完璧に褒められました。わかりません。ただ、何かが。もはやここは地の獄。蜘蛛の巣が張り巡らされたオラリオのもう一つのダンジョン。シル様は魔女、いや、悪魔です。とにかく逃げなきゃ、絶対にうやむやにしなきゃ。このままだとベル様の知らないところで既成事実が。それでダーリン、結婚式の段取りなんだけど。さすがに請求ではありませんか。もっと時間を置いた方が。え、そうかな。そうにゃ、とりあえずめっちゃ豪勢な式にするのにゃ。そして同僚一同招待してうまい飯と酒を振る舞うにゃ。にゃにゃにゃ、今です。にょ、少年が逃げたにゃ。アホにゃ。アーニョ。にゃ、ちょ、あの女、絶対に許しませんよ。とりあえず返信を解かないと。待つにゃ。もう追いついてきた。さっきから逃げてばっかりです。それにしてもシル様、あまり追い出しちゃダメよ。以前にも確かに見破られていました。本当に何者なんですか、あの人は。いろいろ気にはなりますが、今はフィン様たちを探さないと。素晴らしいですわね、人々が、街が活気づいている。
ありがとうございます、ピン様。私のわがままを聞いてくださって。このくらいいくらでも聞きましょう。今日の僕はあなたのために使わされていますから本当に冒険者らしくないお方。それにしても私の国より小さな国が世界の中心だなんて驚きだわ。あなたはここで満足していらっしゃるの？どういう意味でしょう。こんな小さな世界にあなたは収まっているべきではない、そう言っていますわ。一国の姫君にそう言っていただけるとは光栄の極みです。築き上げてきた僕の名声も捨てたものではないようだ。あら、私はお世辞を言っているわけではなくってよそうですか。それよりもこの辺りの服飾店の品質は素晴らしいですよ。ああ、この辺りは流行の最先端と聞いています。オラリオに来た際には必ず寄りたいと思っていました。こちらのお店なんて良いのではなくて？はい？って、ここはティオネとのデートコースに入ってる店。よりにもよって。いや、大丈夫だ。ベルクラネルたちが何らかの方法でデートを遂行しているはず。団長！はずだったが。こちらの店より、あちらの店はいかがですか？店内に飾ってあるドレスなんて、とても素敵じゃありませんこと？私、ぜひともここが見たいですわ。まずい。このままでは全てが終わる。およそ最悪の展開で。ベル様、フィー様はどうしたのですか？あ、リリー。それが、最初の予定にあったどの店にもいないんだ。お金持ちのお姫様ですからね。予定なんか無視して、フィン様を連れ回しているのでしょう。幸い、ティオナ様はまだ試着しているはず。お姫様が来ないようにすれば。あ、お姫様とフィンさんだ。ああ、なんで悪い方向ばかりに話が進むんですか！シル様には結婚の約束をさせられるし！え、何？今爆弾発言なかった？しかもこちらで向かってる。仕方ありません。変身してティオネ様を連れ出します。ねえリリー、聞いてる？シルさんと結婚って何？ねえリリー、リリーさん、ベル様はここに残ってフィン様に事情を話してください。もちろん魔法のことは秘密ですよ。リリー、結婚って何なの？ねえってば。完璧ね。団長、もういいですよ。見てください。いろいろ迷ったんですけど、団長の隣に立つならこれかなっていいんじゃないかな。とてもよく似合ってるよ。団長、とっても興奮してる。エコ映像ができるようになりそうです。うん、とても美しいよ。美の女神でも君には勝てはしないだろう。やだ団長、そんなに褒めたってお嫁さんにしかなってあげませんよ。うわ、うざ。え？いや、なんでもないんだ。それよりも早くこっちに。あ、ちょっと団長、そんな人気のない裏口の方に行って。何をするおつもりなんですか？間に合った、これなら。思った通り、素敵なお店ですわ。ベルクラネルがいるということは、ティオネを外に連れ出してくれたということか。助かった。ティオネさんたちは裏口から脱出しました。あの、そろそろあちらにも行ってもらえると。わかった、なるべく近くにいてくれ。悪戦苦闘しているようだが、うまくやってくれているようだ。やはり見込んだだけのことはある。それにしても
どうやってティオネを誘い出しているのかな。第一級冒険者相手に立ち回るとは本当に面白い同胞だ。ティオネ、こっちだ。こんな強引な団長初めて。まさかこのまま結婚式とか。団長、ちょっとわがままを聞いてほしいです。急がないといけないのに。褒めすぎて調子に乗ってしまったんでしょうか。なんだいティオネ。私、団長にお姫様抱っこしてほしいです。はあ？街中を走り回って疲れているっていうのに、なんでアマゾネスのくせに頭がお花畑なんですか。もちろんいいよ。せーの。あれ？あ、やっぱ無理。疲れてて力が出ません。団長、カースにでもかかってます？よかった、そう遠くには行ってって。え？見たな。僕は偶然通りかかっただけですよ。何のことだかちっとも。団長は疲れていただけ。私が重いわけじゃないから。はい、僕もそう思います。つまり見たんだな。誘導尋問。見たやつ全員出てこい。記憶がなくなるまでぶっ飛ばしてやる。体重を気にするなんて乙女っぽい。本当にアマゾネスっぽくないですね。って、そんな場合じゃありません。やめるんだティオネ。リリー、助けて。なにこれ。まだ近くにフィン様がいるはず。響く12時のお告げ。急いで呼びに行けば。ティオネ。ティオア。本物。そんなに暴れたらせっかくのドレスが台無しじゃないか。一度落ち着くんだ。すみません団長。すまないね、ベルクラネル。いえ、こちらこそ、デートの邪魔をしてすみませんでした。ティオネの叫び声が聞こえてね。よくここまで抑えてくれた。姫はさっきのお店で買い物を続けている。僕はティオネを落ち着けるから、そっちを頼めるかな。はい、任せてください。さてティオネ、せっかくのデートなのに暴れるなんて。説教が必要のようだね。団長、ごめんなさい。その、重くて。は？フィン様は暴動の鎮圧に向かわれたのですね。それで、あなたたちがフィン様のおっしゃっていた声？はい。なので少しの間、僕がフィンさんの代わりにお守りします。ふぅ、これでひとまず安心です。姫様の相手はベル様に任せて、リリは少し休ませてもらいましょう。レコードホルダーが護衛なら安心ですわね。僕を知ってるんですか？名前だけでしたが、とっても可愛らしいんですね。デーキー！何デレデレしてるんですか、ベル様！すみません。せっかくフィンさんとデートしているところ。デート？ああ、違いますわ。でもフィンさんは。これは下見。けれど、そうね。このまま行けば、
結婚を前提にしたお付き合いということにもなるかしら。ん？お姫様の方だけ話が飛躍している？ベル様をからかっているわけではなさそうですし、まるで本当に自分のものにするような。アドバイザー君の両親につけ込んでウェディングドレスを借りてしまった。すまないアドバイザー君。でもこれでベル君をびっくりさせて、そのまま二人は幸せに。なんて。は？おや、あれは。うわあ！だせーい！まじゃ、神様！あら、可愛らしい女神様ですわね。ド派手な登場したのに冷静でムカつく！おい、ベル君、今日はクエストじゃなかったのかい？うわー！話をややこしくする神が出たー！いや、これには深いわけが。というか、これ自体がクエストというか。こちらの愉快な女神様はどなたかしら？この子の主審だよ！ベル君は誰にも渡さないんだからな！いいかい、この子はね、僕が大事に大事にしている子で、クードク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 ードク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 ードク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 ードク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 ド。すみません、この時期は変な人が多くて。メル様、お姫様をお願いしますね。あらあら、有能な護衛ですこと。傷は私のもの。私の傷は私のもの。それで僕たちは一緒に苦難を乗り越えて二人の愛を誓い合ったんだ。落ち着いてください神様。あと愛は誓い合ってません。あれ、さっきの子は？神様があまりにも失礼だったので一旦頭を冷やしに来てもらいました。頭を冷やせだパチモンが。やはり神様欺けませんか。当たり前だい。かっこいいベル君の姿形をどんなに真似ても、あの子の清い魂だけは意地汚くてドケチで金の亡者で神経質で恐竜で偏屈でやかましくて僕の邪魔ばっかりする君じゃ模倣できないのさ、サポーター君。おおむね言っていることは合っていますが、自分を棚に上げて豪語しないでください、このジャガマル女神。とにかくリリたちは秘密のクエストで忙しいんです。邪魔しないでください。あのお姫様みたいなこと話すのがクエストだって。厳密には違いますけど。そうなります。ほら、リリは嘘をついていますか？君たちが嘘をついてないことくらいはわかるさ。でもあれはダメだ。しかも嘘をついていなくても何かを隠しているのは丸わかりだからな。腐っても女神ですか。このままではベル様とのプレウェディングの実現が。わかりました。依頼完遂のためリリも心を鬼にします。何をする気だ。リリが世界で一番好きさ。グハック！やったか。やってないさベラめ。偽物ごときの言葉でこの僕が。ならばリリと結婚します。僕たち、幸せになります。ドッフェーク！やめろ！ベル君の声で、それは卑怯だぞ！リリ
ーも恥ずかしいんです。諦めて今日のところは帰ってください。負けるものか。ベル君は僕と結婚するんだ。ならばその幻想をぶち壊す。神様、僕はリリと結婚するんです。生きてリリと添い遂げる。やった、今のうちに。待て、逃がさないぞ。本当にしぶといですね。洗いざらい話すまで僕は負けない。サポーター君なんかに負けはしないぞ。わかりました。その覚悟に応えて僕も全力で行きます。行くぞ。まだだ。まだ、僕は負けてないぞ。想像以上にしぶとい。こうなったら、もう一度変身です。あなたの傷は私のもの。私の傷は私のもの。なんだと？ヘスティアお姉ちゃん。サポーター君は神の想像を上回ったというのか。行かせてくれないかな。くっ、くぅぅぅ。おのれ、サポーター君、この神を超えるとは。でも、かわいすぎる。響く十二時のお告げ。一か八かでしたが、成功してよかったです。では、失礼しますね。頼んだら、またやってくれるかな。ベルクラネル、姫君の方は何か問題はあったかい？いえ、僕の方は何も。フィン様、ベル様、どうしたんですか二人とも。ティオネ様ともお姫様とも離れたこんな路地裏で。少し気になることがあってね。打ち合わせのためにベルクラネルに来てもらったんだ。申し訳ないけど少し席を外したい。ロイマン、ギルドの元へ行かせてくれ。ギルド？どうしてこんな時に。この依頼について確認したいことがあるんだ。ベルクラネルは引き続き姫の護衛を。君にはティオネの方に行ってもらいたい。ちょっとお説教が効きすぎたみたいでね。わかりました。頼んだよ。それじゃあ。あら、フィン様が見えた気がしましたが、まだお仕事にかかりっきりですの？ごめんなさい。今ギルドへ報告に行っていて。私と仕事、どちらが大事なのか天秤にかけていただかなくてはいけませんね。あ、せっかくのデートなのに失敗しちゃった。結婚式ごっこにあやかってそのまま結婚しちゃうつもりだったのに。急いで駆けつけてみれば、ま、下心丸見えですけど、同じ志を持つ同性としては少しかわいそうですね。好きを追いかける者同士として励ましてあげましょうか。こんなの柄ではないのですが。ティオネ、落ち込みすぎだよ。団長、戻ってきてくれたんですね。
頭は冷えたかなって苦しいんだけど、ティオネ、いろいろ当たってるし。わざと当ててるんです。ダメだ、この人全然反省してません。一人にして悪かったね。ちょっとだけ用があったんだ。いいえ、おかげで私も冷静になれました。君の情熱的なところは長所だと思うが、全然冷静になってないよね。せっかくのデートですから、むしろもっと情熱的に迫るべきじゃありませんか。大好きな団長への愛情を抑える意味なんてありませんから、もっとこうガシガシどしどし子作りまで。ないわ、リリから見てもこれはないわ。相手のこととか全く考えてないし。え？なんでもないよ。あまりにも荒れすぎてついすが。おかしいわ、聞き違いかしら。というかリリ、リリって誰ですか。確かにメスの名前言いましたよね。なんでもないよ。今日はなんだかいつもの団長じゃない気もするし、何か隠してるんじゃないですか。ちぃ、急に勘が鋭い。そんなわけないだろう。今日僕の瞳に映っているのは君だけさ、ティオネ。なあ、団長。想像以上にちょろいな。でも本当にすごい女性ではあります。確かに過剰すぎるところがあると思いますが、こんな風に自分の全てを使って誰かに好きだと伝えるなんて、リリには到底真似できません。チンチクリンで自分のことが嫌いなリリには。ティオネ、聞いていいかい。あ、はい、何でしょう。リリは、あ、いや僕はもっと自分の気持ちに素直になりたい。君みたいに。どうすればいいかな。なになになに、どういうこと。素直な気持ちってまさか私への思い。僕はティオネのようにはできないから、みんなの前でそんなにグイグイなんていけない。それでもいいんじゃないですか。例えば二人きりになった時だけ本心を明かすとか、普段と違う特別なところを見せてもらえるって嬉しいと思いませんか。リリの特別な気持ち、誰にも見せないこの思いをベル様にぶつければ何かが変わるのでしょうか。でもこの体はチンチクリンで小さいから。弱気な団長も可愛らしくてギュッとしたいですけど、いつものリリしくてかっこいい団長が私は好きです。体は小さくても秘めた思いは誰よりも強いって私は知ってます。思いの大きさ、そうか、それならリリだって。ありがとう、ティオネ。答えを見つけられた気がしたよ。やだ、団長。そんなキラキラした目で見て、恥ずかしいじゃないですか。と、小づかれただけで、脳が揺れました。やはり、このデートは危険。こんなところにいたんですね。この声は、いきなり逃げ出すなんてひどいじゃないですか。せっかくの取引だったのに。だからなんで変身してるのに平然と正体を見破ってくるんですか。本当にただの町娘なんですか。もう少しだけ遊んで、うん、みんなに説明したいんです、私たちの結婚式について。ああ、話がややこしくなるから一旦黙ってもらえると。ちょっとあんた、酒場の店員よね。どういうつもり？今、団長とデートしてるんだから邪魔しないで。
しかも結婚式って何よ、結婚式って。団長もどういうことか説明してください。キュー、また厄介事が。どうした、フィン、なぜここにいる。姫君を放り出して。気がかりなことがあってね、ロイマン。まだ僕に話していないことがあるなら早めに行った方がいい。どういうことだ。単刀直入に聞こう。勝手に相手の国と契約を結んでいないだろうね。例えば戦力流出なんてこと。断じてそれはない。誰がオラリオの第9冒険者を譲るものか。ただ契約云々ではないが、あちらの国の情勢が緊迫し、何かとオラリオに打診してくることは以前まであった。なるほど、そういうことか。といつも一緒にいるサポーター。ヒン様は呆れてどこかに行っちゃいましたよ。またやっちゃった。その姿に戻ったってことはついてきてくれるんですか。そんなわけないでしょ。もう状況が混沌としすぎてて疲れたんです。もしかしなくても私が思ったよりごたついている感じですか？って、あれ？人だかり？あれは？見つけましたよ、護衛のお方。フィン様がどこにいらっしゃるかご存知なくて。お姫様に、ベル様？ごめん、リリー。フィンさんがギルドに行った後、フィンさんを探してくれって言って聞かなくて。ギルドに行った途端？だからってティオネ様がいるところに連れてこなくても。本当にごめん、全然言うことを聞いてくれないし、護衛の人も急に現れて僕じゃどうにも。なんだか大変そうな予感がするので私はお店に戻ってますね。逃げましたね。それで何？あんた、団長がどうとか言ってたけど、団長は私とデート中なのよ。あら？それはおかしいですわね。だってフィン様はずっと私とデートしてくれていたのに。ああ、もっとも危惧していた時代に。ふざけたこと言ってんじゃないわよ。どうして団長が誰とも知らないあんたとデートするのよ。まあ、なんて野蛮。これだからアマゾネスは。フィン様もあなたのような人に疲れたから私のところに来たのではなくて。私の話は本当です。そこの護衛の方々が証人になってくれますわ。本当なの？あんたたち、団長はこの女ともデートを？いや、そう、そうなのね。昔団長に聞いたわ。団長はおしとやかな人物が好きだって。だから私はリベリアみたいになろうとして、でも結局無理で私は野蛮なまんまで、目の前のこの女みたいにはなれなくて。ティオネさん。わかりましたか、身分の違いが。品格は生まれに左右されるもの。どこの生まれとも知れない。ましてやアマゾネスのあなたなど、フィン様の隣にはふさわしくありません。それは違います。
確かにティオネ様は野蛮で乱暴でバカ力で、フィン様もその疲労困憊というか逃げ癖がついているかもしれませんが、それでもティオネ様の思いは素晴らしいものです。赤裸々に好意をぶつけられることは気品にも負けないくらい美しいこと。少なくともチンチクリンで自分に自信を持てなくて勇気も出ないリリにはとても眩しいものです。あんた、お姫様の接待はクエスト。フィン様はもともとティオネ様とデートをするつもりでした。でも団長として断れなかったから、だからリリたちに頼んでお二人と同時にデートすることにしたんです。そこに優劣なんてない。だからティオネ様、自信を持ってください。顔を上げて。あなたの思いは、愛はバカにされるものなんかじゃない。思いや愛なんて青いですわね。どういうことよ。あんたは団長が好きだからデートしてたんじゃないの？それを見下すなんて何のつもり？墓場など目的の前にはさじ、そう言っているだけですわ。お姫様、リリにもずっと違和感がつきまとっていました。あなたの言動に、同じ女としてあなたの本当の狙いはデートの先にある、そうじゃないんですか？ご明察。ギルドはフィン様を使って私をもてなしてくれたようだけど、そんなものじゃ私の野望は満たされない。私はフィン・リムナを本当の婿として引き入れるわ。てめえ、何勝手なこと言ってんだ！賞賛はあります。フィン様はとても頭が切れるお方。そして徹底的なリアリスト。私の提示する条件に必ず食いつくはず。それは、相手の気持ちを無視して結婚するというわけですか？見方を変えれば、そうなるわね。でも、それはお互い様でなくて、相手の気持ちを無視して求愛するのもまた身勝手というもの。それは私は違う。ピン様に私を選んでもらうのよ。愛ではなく、お金や権威の力を借りてね。強引に愛を押し付けるあなたたちより、よほど相手を思っていると言えますわよ。だからってお金なんかで。まあ、美貌も富も名誉も持ち合わせていない、ないない尽くしのあなたでは、否定することしかできないのでしょうけど。おあつらい向きに、今オラリオではプレウェディングが流行っていましたわね。ではそれを行い、事実上の私とフィン様の婚姻としましょうか。ふざけんのも大概にしなさいよ。その自信はどこから来るのよ。あの方は私と同じだから。愛を誓い合う仲になれずとも共犯者にはなれる、そういうことですわ。私はフィン様のもとへ向かいます。どうか邪魔なさらないでくださいね。立ちふさがる私の騎士たちにもし傷の一つでも負わせれば、国の代表としてオラリオに抗議いたしますので。卑怯です。外交を盾にするなんて。どうぞ何とでも。ではごきげんよう。どうしようリリー、この人たちを避けていこうにも数が多すぎて。しかもあちらは襲いかかってくる気満々。リリーたちは手を出せないなんて。
国参上。見つけたぞ、サポーター君。てい、なんじゃこりゃ。なんなんだこの修羅場は。ああ、もうややこしい時に。関係ねえ。え？邪魔する奴はぶっ飛ばす。立ち塞がる奴は蹴り砕く。あの女に団長を渡すか。でも相手に怪我をさせたら外交問題に。依頼を受けているフィン様だって責任を問われてしまいますよ。怪我させねえようにぶっ潰す。むちゃくちゃです。ベル君、一体何が起こってるんだい。僕はすこぶる悪いタイミングで来てしまったのかい。ああ、はい、そうなりますね。行くぞ、オラ！ティオネさんがすごい勢いで相手取ってるけど、やっぱり数が多い。早くしないと、フィン様が。こちらにいらしたのですね、フィン様。ああ、姫。何度も中座してしまい、大変失礼いたしました。いいのです。今日は楽しませていただきました。どうか、最後のお願いを聞いていただけますか？はい。自分にできることなら。ここは、まさか流行りのプレウェディングでもするおつもりですか？ええ。これが最後のわがままです。その前に、よろしいですか？あなたの国はいろいろ穏やかではないと伺ったのですが。はい。台頭した国々が強大な軍事力を持ち、我が国を取り囲んでいます。彼らは希少な鉱石の採掘権を狙っているのです。うん、誇り高き祖国が蹂躙されるのは許されない。そのためなら、私はどんなことでも、私は祖国の国民の光にならなければならないのです。光か。姫、僕はあなたが胸の内に何か、そう、野心と呼べるものを秘めていることに気がついていました。あなたが悪人だとみなせなかったのは、僕と似ていると、そう思っていたからかもしれない。ええ、そうです。フィンディムナ様。私とあなたは似ています。いえ、同じ人種です。あなたも壮大な野心を秘めるもの。そしてあなたは、野望のために手段を選ばないお人。お遊びではなく、私と真の契りを結べば、あなたには国という名の権威が手に入る。いかがでしょうか？まさか、真正面から口説きに来るとは思いませんでした。手勢の数に物を言わせた強硬手段、外交を盾にした脅迫、下道を用いた絡めて、僕が考えうる方法を、あなたは決して取らなかった。今回の艦隊を通して、僕を見極め、交渉に乗り出した。王道を、貫いた。求婚の言葉を女性であるあなたに言わせるなんて、僕は男として失格のようですね。本当に悟く、口がお上手なお方。その気なんてなかったくせに、言葉の通り、あなたは私のメガネにかなった。いえ、あなたは私の理想以上のお方でした。小国とはいえ歴史ある国。地位や血統、富と名誉、あなたには必要ではなくて。なるほど。あなたは本当に僕のことをよくわかっているようだ。誰よりも、と自負しています。だって、あなたも光になりたいのでしょ？ええ。僕はパルームの希望になりたい。それを叶えてあげられるかはわかりません。
でも私たちは手を取り合える。私の光では淡すぎるのです。しかしそんな私を救ってくれる強い輝きをあなたの中に見出しました。無理なことをお願いしているのは分かっています。ですが私に勇気をくださいませんか。フィン様、どうか。待ちやがれ！団長との結婚なんて許すわけがねえだろ！な、アマゾネス。早すぎる。まさか本当に私の騎士たちを傷つけて蹴散らしたのですか？傷の一つもつけちゃいねえよ！全員締め落としてやっただけだ！血の代わりにみんな泡を吹いてたけどね。流れるような締め技、蛇のように絡みつき、えげつない武術で次々とヨルムガンドの言われを垣間見た気がしました。僕、アマゾネスとは戦いたくないなって。オラリオの冒険者、なんてデタラメなのでしょう。ですが、もう遅いですわ。私たちはすでに互いを認め合った。あとはもうフィン様の答えを聞くだけ。そんな団長。フィン様、私はあなたが望むものを全て与えられます。そしてあなたは私の願いに報いてくれるだけでいい。愛なんていらない。死母だって切り捨ててみせる。勇者様、どうか私と共犯者に。では答えさせてもらいます。姫、僕はあなたと共に歩むことはできない。な、団長。あなたの申し出を受けたところで、王にはなれたとしても英雄にはなれない。あなたの言う光と僕が求める光は異なる。残念ながら。何より僕には大切な仲間が、ファミリアがいる。彼らを捨ておき道をたがえることはできない。このファミリアは僕とロキが始めたファミリアです。この居場所を持って僕は野望を遂げる、そう決めています。の英雄、どうして全てのパルームがあの人のことを希望と呼ぶのか分かった気がします。それに僕の伴侶はパルームと決めています。純粋な一族の子を産んでもらって、フィンの後継者になってもらわないと。は？何？なんか聞こえた？ねえ、リトルルーキー、団長は何も言ってないわよね。はい、言ってません。いい話をしていたはずが、どうしておかんが。というか、先がリリの首筋のあたりを射抜いて。そんなフィン様。報道が叶わないというのなら、軌道に落ちるまで。お姫様の騎士たち、まだこんなにいたんですか。傷つきなさい、私の騎士たち。冒険者には決して叶わないけれど、あなたたちは犠牲となれる。あなたたちの、そして私の血をもって外交の責任をオラリオに問う。血の鎖を持ってフィン様を縛り上げるのです。騎士たちが突っ込んできて、まさか毒化は。なんちゅう手を。正気かい、あの王女様は。女王ですわ、女神様。父と母はすでに倒れ、愛しい国を守れるのはもう私だけ。そのためなら私は
手が震えてるじゃない。くそ、やっぱり私あんたが嫌いよ。私なんかよりずっと団長の好みなあんたが大嫌い。祖国を守らんとする自己犠牲、それも一種の勇気だが、今の僕は君のそれを認めるわけにはいかない。倒させてもらうよ、君の野望ごと全て。ええ、絶対に止めます。悲しい結末なんてリリは嫌です。プレウェディングの場所で愛がいらないなんて縁起でもないんですから。私の兵が全て無力か。血を流すこともできないなんて、これがオーラリオ。ああ、我が国の未来が。同情しちゃいけないのかもしれないけど、なんだかかわいそうですね。バカ言わないでよ。団長を渡せるわけないでしょ。渡せるわけ。しょうがないとはいえ、やっぱりこんな形にしか。同じ志を持つあなたに一つ助言をしましょう。はかりごとはやめ、今度は正面から僕たちにクエストを出すといい。ロイマンあたりが全力で拒むでしょうが、貸しは作りました。今なら多少の無理難題も通るでしょう。条約締結に力を貸してほしい、あるいは国を守ってほしいなんて内容も。どうして私はあなたを利用しようと。僕が目指すのは、いや、なれるとしたらそれは人工の英雄。僕の野望への童貞は全てそうなるように画策したもの。いわば用意した道を歩くだけ。本物の英雄には至れない。ん？ですが、本物の英雄なら、国を思い、人道すら曲げようとしたあなたも救う。そう思いました。あ？なーに、子供がする英雄ごっこの延長さ。だから後ろめたいなんて思わず、素直に助けを呼べばいい。僕が君を救いに行こう。勇者としてね。フィン様。イケメン、これは圧倒的イケメン。女性冒険者の人気の一二を争うというのも納得です。様はあんな風になっちゃダメですよ。なりたくてもなれないかなって。さすがです、団長。なんでアマゾネス君の方がメロメロになってるんだよ。でどうするんだい、このお姫様と気絶している騎士たちは。ギルドを呼ぼう。何事もなく姫君の観光は終わった。今はゆっくりできるところで、従者たちと休んでもらうのがいい。せっかくの団長とのデートだったのに、とんだ目にあったわ。悪かったね、ティオネ。ベルクラネルたちもすまなかった。そしてありがとう。助かったよ。いえ、僕たちは大したことなんてしていませんし、最後の方なんてティオネさんとフィンさんだけで。僕に限ってはいる意味なかったしな。これもサポーター君がベル君に変身なんかするから。あ、そうだ、リトルルーキーのサポーター。はい、何でしょう。なんていうか、さっきはありがとね。え、私のことを綺麗とかすごいとか言ってたでしょ。恥ずかしかったけど嬉しかったわ。それに自分なんてって
言ってたけど、あんたも十分強いし、可愛いと思うわよ。ティオ姉さま。話しているところ悪いんだけど、いいかな。僕とティオネを二人にさせてくれないか。はい。謝礼の件は後で必ずする。ただ今はせっかくだからけじめを先につけさせてほしい。何を言ってるんですか、団長。あ、そっか。フィン様はティオネ様に。わかりました。行きましょう、神様、リリー。ティオネ様は情熱的で綺麗だった。あのお姫様も自分を殺してまで国を思って気高かった。お二人は美しかった。それに比べてリリは、やっぱりこんな場所はリリには似合いません。綺麗なドレスを着て憧れの人に選ばれるなんて、灰をかぶった夢でした。団長、二人っきりで何を。さてティオネ、僕には今とてもやましいことがある。それが何かわかるかい。私とあの姫とかいう女、二人いっぺんにデートしていたことですか。その通り。僕は男としておよそ非難されて叱るべき行為をした。理由があったとはいえ、それは言い訳にはならない。このままでは積み上げてきた名声も地に落ちる。というわけで、僕のけじめに付き合ってほしい。少し待っていてくれ。けじめ？団長は何を言ってるのかしら。ギルドからクエストを受けてたのは私ももう知ってるのに。っていうか、私が事前に団長の話を聞こうとしなかったのがそもそもの原因なのよね。あの女の話じゃないけど、好きな人を困らせてばっかりだわ私。そばにいるとやかましいのに、一人になると塩らしくなるなんて、本当に見ていて飽きないな、君は。団長、そのお姿は。もともと君とプレウェディングをするつもりだったのさ。他ならないここでね。衣装もあらかじめ置いといてもらった。致し方なかったとはいえ、ティオネを騙していたんだからね。君が要望するとしたら何か考えて用意したんだけど。正解だったみたいだね。団長、本当にいいんですか、私となんかで。あくまでプレウェディングだということを忘れないでほしいけど、僕は何も不満なんてないよ。でも団長はおしとやかな人が好みだって。リベリアとかあの女とか、私はそれとは全然真逆で。ティオネ、勘違いしているようだけど、それは僕の見解であって必ずしも満たす必要があるものじゃない。え？愛や恋なんてものに型なんて存在しない。どうせならこちらの予想を飛び越えて、僕を振り回して夢中にさせてくれる人物がいいな。僕の伴侶になってくれる人は。団長、それってもしかして。可能性の話さ、万が一のね。僕もいい年だ。お嫁さんの条件にはいろいろうるさくてね。それでも構いません。いつか、いつか必ず団長を振り向かせてみせます。やれやれ、励まそうと思ったらすぐに立ち直る。結局僕は君を甘やかしてばっかりだ。ならもっと甘やかしてください、団長。ではお手を。その唇に口づけはできないが、せめてこの手には誓いを落とそう。やめる時も。
健やかなる時も、死が二人を分かつまで、あなたに愛を誓いましょう、愛しき人。いいえ、死なんてものもぶっ飛ばして、ずっとあなたのそばにいます、私の大好きな人。本当に僕は君に驚かされてばっかりだ。少し汚れちゃったから直してくるって言ってたよ。また無駄遣いですか。たまにはベル様もビシッと言わなきゃダメですよ。でもフィンさんからクエストの報酬をもらえるし。そういえばリリは何に使うつもりなの？使いたいものはありましたけど、やめにします。やっぱり惨めですから。結婚式なんてやらないし、やれなくていいんです。いえ、できますよ。あ、シールさん、お二人ともこっちに来てください。ちょっとシール様、あれ、何か重大なことを忘れているような。僕に変身した時に何があったの？逃げないでよ！いやー、少年がついに結婚かにゃ。尻が触りにくくなるのは悲しいけど、めでたいにゃ。ちょっと待ってください。誤解です。結婚するのか。しかも相手はシルちゃん。チクショー、ファンやめます。もう取り返しがつきません。じゃあベルさん、一緒にケーキ入刀しましょう。これが初めての共同作業です。待ってくださいシルさん、僕もう何が何だか分かりません。ああ、自分の行いがこんなことに。なんて、なし崩し的なのは私も嫌なので。ん？実はこの結婚式、冗談でした。どうでしたか皆さん、結婚してみたくなりましたか？北条の女主人では結婚式の予約も受け付けてまーす。式の後の披露宴、美味しい料理の注文もぜひ当店で。派手な宣伝だぜ。よかった。死ぬまでシルちゃん激推しです。え？にゃにゃにゃ。
これで少年の尻はミャーのものにや。なぜ私はアンドを。つまり冗談だったってことですか。ごめんなさいベルさん、急に宣伝を手伝ってもらっちゃって。もう驚かさないでくださいよ。もちろん実際にやってもいいんですよ。え？私のウェディングドレス姿に見惚れちゃいましたか？そのクラネルさん、シルに不埒な視線を送らないように。ごめんなさい。でもいつか夢を本当にしたいですね。助かったのですか？どうです？びっくりしました？もう人が悪いです、シル様。ごめんなさい、調子に乗りすぎて。でもこんな形で抜け駆けしても嬉しくないですもんね。神様たちならやるなら正々堂々とそう言うと思います。初めてシル様に好感を持てました。でも、あなたが正々堂々とするのかは、いささか疑問です。バレちゃいました？まったくもう、本当に油断も隙もないんですから。最後まで疲れる一日だったね。まったくです。それじゃあベル様、リリはここで。おやすみなさい。あ、うん、おやすみリリ。リリ、なんだか様子が。ベルくん。あ、神様、ドレスで走ったら危ないですよ。いや、ベルくんを見つけたからつい。で、なんで清掃してるんだい？まさか、君もプラウェディングがやりたくなったのかい？ああ、いえ、全然そういうわけじゃん。そうと決まれば、町の教会へゴーさん！ついてきてくれ、ベル君！というか、教会でいいんだったら、僕たちのホームでもいいんじゃ。お、確かにそうだね！それじゃあプレウェディングと行こうか。やめる時も健やかなる時も。え、本当にやるんですか？え、しないつもりだったのか君は。まったく、僕をその気にさせておいてひどいやつだな、ベル君は。いや、だって神様と僕はファミリアですし、僕を可愛がってくれるのは恥ずかしくて嬉しいですけど。はあ、やっぱり僕たちの関係を深めるにはベル君の意識を変えてからか。まったく、神なんかに変な幻想を持っちゃって、そんなにかしこまらないでくれよ。一番僕がそばにいるのに歯がゆいな。神様？あ、いや、なんでもないよ。それでベル君、何か悩みがあるんだろ？わかるんですか？僕が誰の主審だと思ってるんだい？愛しい眷属が考えてることなんて誰よりもお見通しさ。ほら、話してごらん。はい。サポーター君がか。なんとなく落ち込んでたのは僕も気づいてたけど。本当ですか？じゃあリリは。
多分いろいろこじらせているんだろうね。普段はあんなにやかましいくせに変なところで悩むからな。こじらせているですか？生来の劣等感というやつかな。あの子はほら、羊が羊だろ。キラキラしているものにひどく臆病になるんじゃないかな。敵に塩を送るようなことはしたくないけど、サポーター君はとても頑張ったみたいだし。よし、安心したまえ。僕がサポーター君の元気を取り戻してあげるよ。女神には全てお見通しだからね。神様、ありがとうございます。ふふん、神ってやつはそんな役回りだぜ。じゃあベル君、特訓しよう。特訓？そうさ、プレウェディングのね。なんで？サポーター君を喜ばせるためには君の力も必要なのさ。決してこれくらいの役得がなきゃやってられないなんて思ってないぞ。それにさ、僕は処女神の一柱だから。永遠の処女ってやつを誓ってるから、婚姻なんてものとは本来縁がないんだ。だから子供たちが憧れる乙女の夢ってやつを気分だけでも味わわせておくれよ。神様、わかりました。やってみます。あ、でもプレウェディングって何をすればいいのか僕よく分かってなくて。なーに、ブレイバー君みたいなイケメンぶりなんか期待していないさ。それはそれで悲しいですけど。君が好きになった人と一緒になる日、それを想像して言葉を送ってほしい。今君たちは二人っきりだ。神なんてものの前で愛を誓う前に二人だけで向かい合ってる。好きになった人と一緒になる日、二人だけで向かい合ってる。そのドレス、とっても似合ってる。ありがとう。君もかっこいいよ。ここで今すぐ抱きしめたい。僕もさ。あなたと出会ってから好きって感情が溢れてる。僕も特別な愛を知った。英雄のようになれるかはわからない。でもあなたの心とあなたと一緒に作る幸せを守りたい。だからただ一人あなただけの英雄に僕はなりたい。はあ、素敵な言葉だね。とてもとっても幸せな言葉だ。これなら大丈夫。君の隣に立てる人はずっと笑っていられるはずさ。そうですか。すごく恥ずかしかったんですけど。君の愛の言葉をもらったのは僕が初めてってことになるね。ちょっとずるいけど。さあ、ここからまだ練習するぞ。君のイケメン力をモリモリアップさせるんだ。まだやるんですか？当然じゃないか。サポーター君の元気を取り戻すんだろ。ここで男にならずしてどこで男になるんだ、ベル君。わかりました。正直何の特訓をしてるかわからないですけど、僕やります。よし、その息だ。じゃあ次は神の前で誓うあのお約束の言葉を。その特別な日に僕が君の隣にいるかはわからない。誰よりも痛いと思うけど、こればっかりは神さえも知り得ない。僕は格好をつけて女神を気取ってるかもしれないし、強がって涙をこらえながら君を送り出すかもしれない。あるいは君と誰かの子供を抱いてニコニコとおばあちゃんの顔をしているかもしれない。だからとりあえずはっきりしていることは、死が二人を分けたとしても何度だって君に会いに行くよ。君を見つけてまた笑い合うんだ。
ベル君。何があっても、僕たちはずっと一緒だぜ。はい、神様。プレウェディングの期間、終わってしまいますね。結局できずじまい。いいえ、これでいいんです。僕はやってもらったぜ。まあ、エスティア様、何ですかいきなり。言葉通りさ、僕たちのホームでベル君とプレウェディングをしたのさ。いいだろう、羨ましいだろう。の反応ったら初々しくてさ、でもかっこよかったな、最高だったな。僕だけを熱く見つめて、あんなことやこんなことまで。プレウェディングというのは素晴らしい下界の文化だね。ふざけられず、リリだってリリだってベル様とあんなことこんなことしたい。テオネ様のように美しい人になりたい。女王様のように気高い人でありたい。もうこうなったら王子様とか勇者様とかに迫られるくらいガラスの靴を履いたお姫様になりたいんです。言ったな、とうとう本音を口にしたな。それじゃあ今度は君が笑う番だ。行くぞサポーター君。エスティア様、何をするおつもりですか。僕が君のカボチャの馬車になってあげるのさ。光栄に思いたまへ。僕ら何を言ってるんですか。ここは昨日の教会？さあ、これを持って中で着替えるんだ。あとは進むのみ。ダウン！うわ！あえだだだ。まったく、何なのですか一体。エスティア様は何を考えられて。着替えろって言ってましたけど。あれ？これって。まさか。ウェディングドレス。なんで。この扉の先は。もしかして。遅かったね、リリ。どこに行っていたんだい？僕は神様に、リリがこうすれば元気になるって聞いて。僕も神ヘスティアに尋ねられてね。そのドレスを用意して君の夢を叶えてあげてくれって。ヘスティア様が？いや、なんでそんなものに付き合ってるんですか。報酬の剣を持ち出されては何も言い返せなくてね。助けてくれた君に僕はまだ何も返していないから。ああ、ティオネには内緒で頼むよ。いや、本当に、切実に。僕はいつも支えてくれるリリにお返しをしたかったから。リリに笑顔になってほしかったから。さあ、ベルクラネル。彼女のウェディングへの憧れを叶えてあげようじゃないか。恥ずかしいですけど。そうですね。さあ、お姫様。僕と結婚してくれませんか？リリ、そのドレス、似合ってるよ。今すぐ抱きしめたい。君だけの英雄になりたい。おっと、ベルクラネル。
彼女の英雄になるのは僕さ。彼女の隣を誰にも譲るつもりはないよ。僕だって負けません。リリは僕のものです。じゃあお姫様、君に選択を問おう。君はどっちとキスをする？キューン。その後のことは覚えていません。とりあえず気を失いました。はっきりしているのは、王子様にも勇者様にも迫られて、他の女の人に知られれば恨みを買ってしまうだろうということ。魔法使いの女神様にはとっても尺ですが、感謝しなければいけないということ。そして灰をかぶっていた夢が現実になって、とっても嬉しかったこと。この気持ちを表すとしたら、そうですね。